はい、皆さんこんにちは、ワンダルギルビーチです。では今回はギレンの野望、青き星の覇者、カルマプレイ、アンガイ縛り続けていきたいと思います。使えるモビルスーツはね、アンガイだけというね、縛ってのプレイになります。で、前回最後ですね、オデッサに連邦軍が攻撃を仕掛けてくるという情報入ってまして、今回最初はモスクワに潜入してきた敵を撃退するというところからになります。まだね、アンガイで十分に戦っていけてるという状況なんですけど、この先もアンガイで戦えるかっていうとね、ちょっと微妙かなというふうには思っています。アンガイがね、前回撃破されてますので、アンガイを補充して、いきたいと思います。あと補給部隊の方にギャロップ、予備部隊かな、予備部隊の方にギャロップも入れます。では編成をして出撃していきましょう。では戦闘になります。敵もね、5部隊出してくるようになってるし、何よりこのモスクワはどうなんだろう、水辺が本当に少なくなってるので、どうやって敵をね、この水辺に誘い込んで、かつ前回もお話ししましたけど、先制攻撃するのがとても重要なゲームバランスになっているゲームなので、相手にね、先んじて攻撃を仕掛けるかというのがポイントになってくるかなというふうに思います。まずは迎撃態勢を整えて一旦後ろに下がりましょう。ではうまい具合に敵をね、水中に引きずり込みましたので、ここから敵部隊を叩いていきましょう。モビルスーツが入ってきてるね、やっぱりね。なので敵のモビルスーツがいるところにはね、十分に注意を払いながら攻撃を仕掛けていきたいと思います。水中戦だったらこのアッガイで十分にまだ勝てる相手だ、まあ、そういう、ね、シチュエーションを作っていきたいと思います。ただここは陸戦型ガンダムかな。今ね、敵の方に配備されてますよね、これね。後ろ3列目にいる3機のモビルスーツ、これ陸戦ガンダムだと思うんですけど、この陸戦ガンダムを確実に潰しておきたいかな。まあ、硬そうだし、まあ、格闘3回入れられるので、この砲撃戦の後に。そこで仕留められればってところですかね。まあ、一回反撃を食らって格闘と。まあ、攻撃の順序は前回お話したと思うんですけども、先制攻撃した方からの砲撃。で、迎撃する側が砲撃で反撃。その後、一列目が格闘。で、相手の一列目が残っていれば相手の一列目の格闘という順番で、ゲームの方が進行するような戦闘になっています。ではこのまま一気に型をつけていきましょう。はい、これでモスクワに潜入してきた敵の部隊の排除が完了しました。まだまだアッガイでね、十分敵を倒せるシチュエーションですね。輸送部隊追撃に向かった攻撃隊からの報告。この輸送部隊と言っているのは、マチルダさんの部隊のことを言ってますね。マチルダさんの部隊がホワイトベースに接触しそうな気配がありという情報をキャッチしたので、それに対して輸送部隊攻撃をしますかしませんかという選択肢で、しますを選択したので、その報告になります。ミディア5機からなる敵部隊を捕捉全滅させた。で、輸送部隊の残骸を調査したところ、この部隊の行き先は、やはりホワイトベースだったと、いうことですね。有利から。幹部会議における協力要請。どうやら作戦部の方では例の木馬を撃破するため思い切って3連星を派遣するつもりらしい。今3連星、ガイア、ウルテガマッシュ。まあ、このガルマの下にいるので、どうだろう。これをね、あえて3連星を抜けて、ホワイトベースさんにぶつけて、イベントで殺すよりかは、配下に置いておきたいですよね。で、これに反対する。まあ、有利の提案。まあ、反対してくれっていう頼みに対しては、賛成、つまり受けるを選択しておきましょう。三連星は派遣したくないですからね、我々としても。で、兵器の改良計画だ。兵器の改良計画は今、この案外に入れてるので、これ、アンザムに変えるとかありえないな。反対だ。もちろん反対だ。
これどう考えても、アッガイのままいかないと。はい。これでアンザムに改良を変えるという、案はね、却下できましたね。もうずっと最後までアッガイの方が改良計画の対象でないといけないというふうに思います。じゃあ続いて3連星を派遣するかどうかですが、これも反対しておきます。はい。3連星の派遣も反対で押し通しました。3連星はね、引き続きガルマの下で、働いてもらいたいと。こういう意図になります。では、タシュケントに侵入してきた敵部隊の防衛戦展開していきたいと思います。では、また同じくね、アッガイ縛りで進めてますので、アッガイの海で、このエリアの防衛戦始めていきます。まあ、この辺りになってくると、モビルスーツの数、連邦も増えてきて、結構しんどくはなってきてますね。これも前衛にいるのはアレックスかな。ガンダムタイプですよね。で、格闘を食らって、まあ、死ぬと。こういうパターンが増えてきそうだな。まあ、格闘を返される状況になると不利にはなりますよね。なので、まあ、やっぱり先制攻撃をして、格闘を食らわない状況を作るというのが大事そうですね。まあ、連邦軍もまだ、全部隊にモビルスーツが行き渡っているというわけではなくて、ご覧のようにデブロックだけとかもね、そういう部隊もいるので、まあ、こういったところで確実に、部隊の、消耗を避けて、対モビルスーツ戦にね、戦力集中できたらいいかなと思います。はい。これでここ、竹信とも防衛完了になります。次に進んでいきましょう。はい。我が軍の戦線の後方に木馬が出現したと。いうことですね。まあ、木馬討伐しなかったので、木馬健在、ホワイトベース隊健在というのは当然ですが、ホワイトベース隊木馬は我が軍の監視網の資格をついて行動。攻撃者補給ルートを次々と破壊。我が軍の受けた被害は 900AP。まあ、14000AP ある上に、アンガー以外モビルスーツ使わないので、AP ポイント使うことはないので、まあ、全然いいんですけどね。では、ミンスクに敵部隊侵入してきましたので、これの迎撃戦やっていきます。敵の部隊がね、だいぶ少ないですね。今回は3部隊しかいないので、モビルスーツが多そうな予感。モビルスーツが2。モビルスーツなし。モビルスーツが2。まあ、これだったら、あまり頭を使わなくても、攻略できそうですね。進めちゃいます。いやいや、やっぱりね、この陸地しかないところで敵のモビルスーツと戦うと結構しんどいですね。外人部隊が、モビルスーツの大半を、まあ、案外ですけどね。案外の大半を失っています。で、母艦、今、ギャロップになってると思うんですけど、母艦の性能によって、ターンごとに回復するヒットポイントの数がね、変わっていきます。なので、母艦が、性能が良ければいいほど、生き残ったら次のターンで体力がね、回復できると。まあ、そういう仕様になってます。まあ、三連星はさすがに強いね。三連星を、な、うまくね、使っていく。あとは、ランバラル隊をうまく使っていく。まあ、そういうところが、この後、高難易度化した時に特に重要になってきそうかな、というふうに思います。で、どうも、パイロットの組み合わせで戦闘力に、いいコンボ、ボーナスがかかったりっていうことはない感じなので、まあ、単純にね、パイロットをいかに多く、効率よく、配置できるかっていうのがね、一つ重要な攻略のポイントになるかなと思います。で、本来だったら例えば高性能機にもパイロット、優秀なパイロットを乗せるとか、逆にね、まあ、高性能機は、まあ、高性能なので任せておいて、まあ、それほどでもない性能のモビルスーツにあえてエース機を乗せて、生存率を高めるとかね、いろいろな戦略考えられると思うんですけども、今回はもう案外しか使えないという中でやってますので、まあ、あまりね、その組み合わせは考えずに、単純にね、パイロットを多く乗せて、敵のモビルスーツ隊に当たるという感じで進めていきたいと思います。
ここも、どうだ？ビームライフルガンガン撃ってきてるよね。しかも、ビームキャノンにも見えるしね。ジムスナイパーが持ってる、これスナイパーライフルですね。ビームスナイパーですね。後ろにいるの多分、これジムスナイパーだと思うんですけど、このジムスナイパーに狙撃でダメージを受け、さらに前衛にいるジムによる格闘で前衛が壊滅させられるっていうね。いや、この先がちょっと心配だな。まだね、敵の部隊数が、そもそも3部隊しか出てこなかったねっていうのもあるし、モビルスーツいたりいなかったりっていうね、混成部隊ではありますけど、この先モビルスーツばっかりになってきたときに、果たしてアッガイでどこまで、戦えるのかっていうね、心配ですね。はい。これで、防衛成功しています。ただ、やっぱりモビルスーツ強いですね。連邦のモビルスーツ。次はいよいよオデッサの防衛戦に移ります。では、オデッサの防衛戦ですね。これを行っていきまーす。前回、モビルスーツ、案外、失ってますので、また案外ね、補充しておきましょう。まとめて補充しておく。どうせ、案外しか使わないんでね。案外が撃破されたら、案外を補充するって、ね。その繰り返しです。では、オデッサの防衛戦です。ここは水があるので、水に敵をうまく引き込みたいな。ビッグドレイがいるね、レベル艦長。モビルスーツ3。いや、強そうだな。モビルスーツの数も徐々に増えてきているっていう、まあそういう状況ですかね。とりあえず敵を水辺におびき寄せましょう。すべてはそこから。水で戦う。それがね、活路になるんじゃないかな、というふうに思います。いや、これも強いよな。前衛に NT1、中衛にジムかな。で、敵に先制撃たれてるので、アレックスが格闘を多分撃ってくるんですよね。これで前衛にいる3連星がどれだけ残れるか、あるいは全く残れないのか。どうだ？うわ、壊滅か。三連星が壊滅。いや、ここら辺に来て、いよいよきつくなってきてるね。まあ、前衛に部隊がいないと前衛格闘で返せないので、隊列組み替えてですね、前衛に三連星の穴を埋める形で、繰り出していきましょう。隊列ですね、三連星がいなくなっちゃったので、三連星がいない分、前衛がいませんので、前衛に部隊を移動させます。これで、敵の部隊、レビルはちょっと危険だから、水の中にいる敵から先に攻撃して、かつ空実に数を減らしていきましょう。ここをね、潰すと大きいよね。アレックスとジム。全部潰したいけど、ダメか。これ格闘で返さないと、アレックスの格闘を食らうと、アンガイだと確実に死ぬんで、この格闘で潰せないときついけど、潰せる。大丈夫だね。そしたらここは確実に残りの応戦力少ないので潰しちゃいます。レベルが強いと思うので、レビル将軍の部隊をどこで攻撃するかですね。先制攻撃、やっぱりしたいんで、後ろに回り込んで、水から、水中から、レビル将軍のこの、全モビルスーツで固められたこの師団をね、叩きましょう。前衛がジム、中衛がジム。で、後衛が、これはジムスナイパーかな。ここもね、先制を取ることによって味方の損害を少しでも少なくしたいっていうね、そういう意図になります。これでね、レベル将軍に今ガルマが攻撃を仕掛けているというところですが、また生け捕ってサイド3に送り返してやると。いうね、セリフをガルマが吐いてますが、余裕のレベルと。
こういう構図ですかね。いやー、強いなー。ジムスナイパー強いな。これで、敵の中衛のジム2体を撃破できない。できないかー。この辺りで苦戦してくるとなるとね、この後、まだまだ先は長いんですが、不安はいっぱいですね。はい。これでオデッサの防衛完了しました。少しね、赤い部隊に被害が出始めているという状況になりますが、この辺りからね、まあ、いわゆるストーリーというかゲームの中の進行上は、後半に入っていくというようなね、ところになってきますからね。では、今回はね、ここまでにさせていただいて、次回、またこの続きをプレイしていきたいと思います。